こんにちは、北海道日高地方の養蜂場からです。時は8月上旬から中旬にかけてです。今回の撮影は途中に間隔を置きながら3日間にわたって行われました。撮影を行った日の日中の天気と気温は画面でご覧の通りです。最低気温はいずれの日も22度でしたが、最高気温は24度から33度の間で変動しました。ここに至ってもこの地方としては非常に温暖な日々が続いています。この図は最寄りのアメダス観測所のデータから作ったものです。1月から7月までの月平均気温を示しています。青い折れ線が平年の値です。それに対してオレンジの線は今年の気温を示しています。ご覧のように今年の気温は3月を除いて常に平年を上回っています。最も差が大きかったのは4月で、今年は平年を 3.8 度も上回っていました。4月に次いだのは7月で、平年を3度上回っていました。春から夏にかけて、この地方としては異例に暖かい日々が続いているのです。温暖な気象条件の下で、蜜源植物が非常な勢いで繁茂しています。黄色い花は主に夏から秋にかけてのこの地方の主要な蜜源植物であるオオハンゴンソウです。ただ、今の時期に咲く黄色い花にはセイタカアワダチソウもありますので、それも少し混ざっています。養蜂場から北東方向に3キロメートルほど離れた山林の100メートル上空よりドローンのカメラで撮影しています。ドローンはやはり北東に向かって時速20キロメートルで進んでいます。眼下に広がるのは山林ですが、その下草にはオオハンゴンソウが広がっています。オオハンゴンソウは明治年間に日本に観賞用植物として導入されたとされていますが、その後逸出し、さらにその旺盛な繁殖力から在来植物に置き換わって固有の生態系に対して破壊的な影響を及ぼします。そのため特定外来生物に指定されています。ただ、この地方では、ここまで繁茂してしまうと、直ちに駆除することができると考えるのは、もはや現実的ではありません。以前の動画でお伝えしたように、今年は円安を背景に、丁寧な牧草の刈り取りが行われ、そのことが、オオハンゴンソウが生える面積の減少要因にはなっていると思います。しかし、その一方で、温暖な気象が、反対に、オオハンゴンソウの勢力拡大の後押しになっているようにも思います。差し引きするとどうでしょうか。印象としてはオオハンゴンソウは例年よりも繁茂しているのではないかと思います。人間が農地などとして管理している領域は大自然の広がりの中ではほんのごく一部に過ぎないからです。偉大なる自然の懐に抱かれながら育まれ、力を蓄えた外来植物は木を捕らえて人里に進出してきます。こうなってくるとこの植物を駆除するという視点の他に、それとどう共存し付き合い、そしてできることならばそれをどう利用するのかという視点が一方では必要になってくるでしょう。オオハンゴンソウの利用の仕方としては、蜜源植物として利用するということの他に、菊科植物なので葉っぱを食用にするという方法もあります。ただ、かなりアクが強いので、そのまま食べるよりは、アク抜きしてから食べるという方がおすすめです。ところで、映像は1分ほど前からドローンの向きを反転させて養蜂場に帰還するコースを時速 30km で飛ばせています。なお、ここまでは特定外来植物とはいえ蜜源植物が豊富になっているという話で、温暖な気象条件が養蜂に良い方向に作用しているということでした。しかし、ここからがむしろ今回の本題なのですが、温暖な気象条件がこの地の養蜂に深刻な影響を及ぼしていることがここに来て新たに発覚したのです。
それはミツバチヘギイタダニの影響です。これまでもミツバチヘギイタダニは確かに巣箱の中にいました。しかしそれがコロニーに深刻な影響を及ぼすようなことはありませんでした。この養蜂場ではハチたちを北海道で越冬させています。こうやって冬から早春にかけて巣箱を寒冷な気象条件のもとに置くことは春のハチたちの牽制には確かに不利かもしれませんが、その一方でミツバチヘギイタダニ対策にはなっていると考えていました。そのため春のミツバチヘギイタダニ対策は特に行ってはいませんでした。それが今年はミツバチヘギイタダニが増長している兆候があちこちに出てきて、どうも様子が変なのです。過去の動画では温暖化の否定面としてスズメバチの潮量が深刻であり、それとの戦いの様子を割と細かくお伝えしてきました。しかしここに来てミツバチヘギイタダニとの戦いが新たに付け加わったわけです。スズメバチの災いは外からやってくるものなので、それを弾き返すための防衛線を張ることが求められます。それに対してミツバチヘギイタダニの災いは巣箱の中で静かに進行しており、気がついてみたら事態はかなり悪化しているという場合が少なくありません。この点を肝に銘じて、この養蜂場では今シーズンの残りの活動をミツバチヘギイタダニ対策に焦点を当てながら行うことにしました。これは文字通り養蜂場の存亡をかけた戦いになります。それでは次に内見の様子をお伝えしましょう。はい、まず巣門付近の様子ですが、ミツバチヘギイタダニの影響が感じられる群ではご覧のようにあまり活気がありません。ミツバチヘギイタダニはオスバチの有害法時に高い率で寄生します。母ダニは蓋がされる直前の巣房の中に侵入します。蓋がされた後で母ダニは5個から6個の卵を産みます。孵化したダニの幼虫は母ダニと共に胞児の体液を吸収しながら成長します。体液を吸われたミツバチは羽化する前に死ぬ場合もありますが、たとえ羽化しても羽が萎縮するなどの異常が見られます。こうしたミツバチヘギイタダニの災いが感じられ始めたことを受けて、この養蜂場では平常モードから緊急事態モードへとモードの切り替えを行いました。まず8月4日の採蜜を最後に、今年はそれ以降の採蜜を行いません。これは例年よりも1ヶ月ほど早い採蜜作業の切り上げになります。採蜜は蜂に対してストレスを与えているはずなので、採蜜を行わないことによって蜂のダニに対する抵抗力を高めようという狙いです。二つ目の対策は、巣箱の中にダニ駆除剤を入れます。例年だと秋に入れていたダニ駆除剤を、今年は早くも8月上旬から入れ始めます。ダニ駆除剤を入れた巣箱の蜜は、食用には不向きですから、この点からも今シーズンの採蜜はもう行いません。世間ではミツバチヘギイタダニに駆除剤に対する抵抗性がついてきているので、駆除剤はあまり効果がないという話もありますが、今回の投入1週間後の様子を見たところでは、ある程度の効果は出ていると思います。3つ目の対策は、群の合同を行って1群あたりの頭数規模をできるだけ大きくしました。当面はこれらの措置を講じて様子を見ることにしましょう。なお、この養蜂場では今シーズンの春のうちに1年間に必要な蜜量をすでに確保することができています。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録・高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いいたします。
それでは次回またお会いする時まで。ごきげんよう。さようなら。